スマママ、ロスマママママ、はぁ、ママ母、無事ですか？すんませんした。うわぁ、また来たー。この速さと大きさで2枚抜きはやっべーぞい。ちゃんと影抜け使わないと絶対勝てないやつじゃん。まずいまずいまずい。ママすげえ、それどうやってんの？クソの闇に連発してたらリチャージの隙かられるな。あー、ここでまずいまずい。ロスママごめん、撤退するわ。いや、まいったな。なあなあ、じゃ勝てない敵ね。動き見極めが今までで一番大事なボスだ。無事ですかー？すんませんした。うっ、ここだ。こいつカマキリ族の大社だろ。汚染を受け入れた姉妹の一人か。力を望んだ先で分破して何を得たんだよ。焦るなよ。距離を取るんじゃなくてすり抜ける感覚で。はぁ、ジャンプー。まずい、影ダッシュ使っちゃった。リチャージまで距離稼いでい。いやー、危なーい。まずい、着地かられる。少年パンチ無敵抜けできるか。はぁ、危なーい。その場しのぎすぎるわ。狂気取り込んでるから乱暴よ、マジで。体力も結構多いぞ。まだ倒れないの。え、まあ、クロウシさん。待って待って待ってよ、クロウシさん、そんな。あぁ。マジかよ。生きて、ない、よな。はぁ、少し覚悟してたけど。ママ、本人が進むって決めた道でこうなったんだ。でもこんなのって、あ私ちょっと、わかった。少年この先確認しに行こう。少しそっとしておくか。たくさんのカマキリの死骸と白い、戦士強そうだな。死ねてよ。このでかい球体を守ってたのか。ここ入れるのか。思ったより広い場所だな。場所が生きてる感覚というか。なんかいるか。おーおーわ、ピカ。いやー、顔ついてるな。ミスター5。あ、ツッコミ外だわ。おったのですね、はるばる歩きこんなところまで、私の助けを求めに来たのですか？それとも歩んだ道が偶然にもここに繋がったということですか？私は確かにあなたを待っていました。いえ、その言い方は正確ではありませんね。私はあなたのような真のものを待っていたのです。私はあなたのようなものに渡すためずっとこれを持っていました。これは半分ですが、一つになれば大いなる力が授けられるでしょう。あなたの歩む道には大いなる力が必要です。あんた一体何者なんだ？そういうあなたも感じたことない空気。あ、どうもゆっくりマリサです。いや、教えてくれよ。白い破片。体力のかけらか？ソウル？いや、これなんだ、少年を待ってたって。そなたは心に触れることができるのですか？ならばその刃によって封印を破られるでしょう。風和を心の族の認識できるタイプのやつだ。この世界生まれではないので。あ、どうもゆっくりマリサで。いや、なんでもわかるのな。あなたはサバを持つことを相対したようですね。彼女は強い心と体を持つ手強い相手。その母にとてもよく似ている。もっとも彼女が母と過ごした時間は限られていましたが、オーラ取引の一環としてあの成就を行ったことを私は恨んでません。むしろその結果、生まれたあの子に対しては愛情すら覚えたほど。あれ、まず王だろ、はい、雲たちとの制約結婚で戦を止めて、王とヘラーさんの子供がホーネッちゃん、はい、恨んでいない、愛情すら覚えるっていうのは、あなたって王の、ですよね、やっぱりそうですよね。これ夫方の女性とこう作ったこと言ってますよね。あ、少年ごめん、私の中の倫理観のアップデートが必要だこれ。もしあなたたちの道が交わることがあれば、あの子はあなたの心強い仲間となるかもしれません。あ、入ってこねえ話が、うん。私の目を通して私は器が弱ってるのをはっきりと感じます。そしてそのような状態から生み出される道は二つしかありません。一つは現在のまま衰退が続き、あらゆる精神が引き病に屈する道。しかし私はもう一つの道を選びたい。そしてその実現と、機会のためにそなたの助けが必要なのです。どうか器を奪ってください。その力は誤って捉えられ、汚れ切ってしまった。しかしあなたはそのような汚れとは無縁です。あなたならあれを自らに内包できる。器としての役目を果たせと。私もあなたが望んでるもう一つの道とやらに賛成だぞ。もう一回少年っていう器に閉じ込め直すんじゃなくて、別の方法で根元から狂気の病を何とかすればいいんだろ。それができる可能性があるから待っていたのです。私は妻としてのあなたの境遇がすっごい気になるぞ。私はここに囚われてるように見えますか？ああ、言われてみれば確かに。私自身が選んでこうしてるのです。自分で自分を拘束することを選んだのです。どんな理由で？かつて恥ずべき行いをしました。そしてこの拘束はそれを二度と繰り返さないようにするためです。今でも欲求は存在し、これからも存在し続けるでしょう。大地に種をばらまき、自らを繁殖させたいという欲求が。性欲がめちゃくちゃ強いのな。あ、なんか種としての違いをまざまざと見せつけられた感覚だ。人はこういう時大体は子で考えるんだよ。自分の子供をたくさん残して人間を後世にたくさん残そうなんて考えてせする人はそういない。あなたは子じゃなくて軍としての思考なんだな。で、王の本妻で増やしすぎちゃった事件でもあったんかね。霊夢、私だけじゃ裁けんぞ。ここめちゃくちゃ謎の原点じゃん。霊夢、ちょっと話整理したいんだけど。うわぁ、びっくりした。ママ、夢釘に反応してるの。すごかったわね。まさに強力な戦士による真の戦いだった。激しくてメタマティックで、あれに強力な戦いは望めないですよね。ママったらもう。ああ、立派だったよ。あなたには感謝するわ。小さいように大したものね。私たちはきっとまた会うことになるわ。私はすぐに出発するわ。ここではもうやることはないし、もがたまってるから、もう少しこの場の空気を味わったら行くことにする。おちりさん、おまんじゅうさんたちも気をつけるのよ。もちろん。ちょっと、安心した。思いだけが残った虫と話せるのも、悪くないなって思えたぜ。ママの思い描いた強い戦士になれてよかったよ。こんな結果になったけど、話せてほんとよかった。はぁ、で、この先何があったの？性欲強すぎて体縛って自生してる未亡人がいた。大事件じゃねえか。
話こじれすぎだろその状況。なんだか色々分け知りだったからまた今度会いに行ってみようぜ。ここ最後に来たのもパート6か。影抜けもできるし山の水も泳げるようになったし成長したわ。いたいたようやく見つけたわ。ハローネストが変わった場所なのは知っていたがこの洞穴の奇妙さは別次元のものだな。この下にある黒い門のようなものを見たかい。なんとも不気味な感じがしたから近づかないようにしたよ。幸い私は他の入り口を見つけることができたがね。山の中を書き進んだせいで少々体が焦げついてしまったが。やっぱ強キャラじゃねえか。ともよ、最後の作品だ。このすぐ下に大きな建物がある。湖の真ん中にあってなかなか大したものだよあれは。中に入ろうとしたのだがあそこはあの透明なゼリー状の生き物の巣になってしまっている。まったく本当に、気色悪い連中だよ。それに触るとひどい衝撃が走るしな。この下の方って、最後の守護者がいる施設ね。入りようかな。最後の用事です。頑張りたまえ。私は休憩と整理を兼ねて一度戻ろう。気をつけて帰ってな。うーわー、ああ、いくらだらけ。物騒な軍勢地だこと。こんだけ危なくて狭いところなんだ。それ相応のアイテム落ちててくれよ。新しいスロットだ。まだあると思わなかったわ。さあ、安全に帰ろうぜ。密度が高すぎだろあそこよ。中身なんとか回収できてよかったわ。場所はあれだけど近くでベンチ更新しとこうぜ。お前そういえば巡洋団のディバインと同じ種族よね。あんたから買ったチャーム頑丈にしてくれたぞ。役に立ってるから反論できねえ。さてこの先だが、とうとう着くのね最後の守護者の場所。思ったよりでっかい建造物だ。あーい。ふっふく入れるどのわらまあこんなところで。この王国は本当に驚きに満ち溢れているな。山の湖の上に建物が立つとは、このように特異な光景であるにもかかわらず拙者はこの場所を知ってるような気がするのだ。何かが拙者の心の中で渦いている。その実態はわからぬが、拙者をこの地に呼び寄せたのは探索への欲求だと思っていた。しかし今はそれ以上の何かがあったようにも感じる。この建物は拙者を呼んでいる。過去に見たことある景色とか呼ばれているのだ。この中に守護者がいるって地図には記載されてたよな。しかしでっかい建物ねー。都以外でこういうでかい施設あったっけ。建物系はあんまりないよね。うん、じゃとりあえず入ってみるか。研究施設見ていた。漁師の書庫、ここ書庫なのか。あーこれは確かにクラゲの住処だわ。なあ培養槽あるぜーと。図書館なんだよね。奥にもたくさんあるなぁ。ソウルの研究棟より研究っぽさ出てるな。向こうは魔術とかそういう視点で研究してて、こっちは科学の視点で研究してたみたい。いやクラゲの数よ。卵黄欠如外開門含む光薄は卵封印引き出す外の封印中湯飲みの守護者そのうちその外含む光夢含む。単語だけ投げていきやがった。泡で文字を作ってるのか。なるほどそりゃ図書館だ。この培養槽書類みたいな使い方できるのか。新しい記録の残し方だな。泡と水で記録する利点はなんだ。霧の谷由来のもので使いやすかったのと消しやすさとかかしら。いやここ本当にクラゲだらけ。ここそんなにいい環境なのかね。なんかこんもりしてね。おいこんもりが動いたぞ。本当だこんもりが動いたわ。名前うわー、随分ハローネスト。ドアー、全体攻撃だ。こいつルマバイ呼べるのかよ。また厄介なのが。え、少年これは通らない。ま、マジで打撃完全無効。そういう技は、夢釘で回収しなきゃダメか。追ってくる。うわー、追ってくるわいな。メンチと臭いなこいつ。いやこれっくか、ソウル技も。なんかつかなさそうな雰囲気が。厄介なものと相対してるな。増えれるか。おー、びっくりした。なに攻撃通るようになったわよ。一瞬でいろいろ起きすぎだわ。あ、もしかしてクイレルさんしか通らない。いや、早いな、あの人。足を止めるな。クイレルさん、作れるか。もう、システム徹底しろ。切り方の違いか。研ぎ澄まされすぎてるわ、一撃が。クイレルさん超格上だった。気がつぼ。ダメ攻撃ねじ込もう。追撃もいけるぞ。頼もしいキャラでよかった。この辺と同格だったらどうしようとヒヤヒヤしてたのよ。止めるぞ。かっこいいな、早くて正確な攻撃。さすが大手事務所だな。手誰がいないと手も出せなかった。よせよ、ニアピンすぎるんだよ。調理付きに記録されたけど、クイレルさんまた来てくれるのかなって。そのクイレルさんはもう奥に行ったのか。仕事人だよ。これルマバイ保管されてるの。こいつら使って何かしようとしてたのか。インフラ欠如交付外角内角場所欠如虚無液体アム欠如内角外角兼虚無器欠如外角が入かけた器がたくさんあって液体みたいな虚無を編み込んでみたって記録大体あってそうな。そうじゃないような。で、ひときわでっかいのがあるで。おいあれこれさ、守護者さんじゃない。おわ、これそうだー。何か光ってるな。これは、わぁ、びっくりしたー。おやすまない。このような小さな生き物が王国の運命を背負っているとは、そなたも彼女に呼ばれたというのか。我々がここに同時に到着したのは偶然ではなかろう。拙者の記憶の多くは空白だが、この場所のことは覚えている。教師はこの空間に王国の知識を保管した。そして通風において彼女は自らをも保管したのだ。ハローネストを救うため、教師は自らの体を使って封印を行った。そして自らの上にさらなる防御を施した。その様子を拙者は覚えていないが、その実行を手伝ったことは確かだ。彼女はその防御を解除させるために拙者をここに呼んだのだ。そうすることがそなたの助けになるとして。あれそれ傘じゃない、仮面じゃねえか。うわ全然気がつかなかった。
ふう、ちょ大丈夫か。もしかして無理して旅してたの。ためらうことはない。再構築への道を選択したのは彼女だ。拙者ではない。彼女はそなたがやろうとしていることを分かっており歓迎しているようだ。守護者の封印を維持させるために仮面をトリガーにしてクイレルさんに持たせて永続的な封印を実行してたのか。おそらくそうじゃないかな。でクイレルさんの記憶曖昧なのは戻ってきちゃうじゃないの。情が熱いとさ。そういうことなのかな。いやまだまだ聞きたいこととかあるんだけど、クイレルさん倒れたりしねえよな。も、戻って話聞いてみる？少年が来ることをきっかけにここに向かわせるようにクイレルさんに指示したのあなたなんだよね。封印を破る派でしたっけ？クイレルさんと同意のもとこの計画を実行したんですよね。納得いかないことはないけどさ、マジかよ。また割り切らないといけないのか。今その反動がドッと来てるんだよ。最後になったら嫌だから、ちょっと様子見てきていいか？思えば彼女の愛花からスタートしてるんだよね。強い愛国心あってのこの決断、信じましょう。よかったまだいた。他の守護者の時も戻ったら何かあったかもね。何をためらっている？慈悲は美しい感情だ。しかしこれはやらねばならぬことと、そなたは彼女と同意したはずだ。友よ、勇気を出せ。もちろんだ。でもあんたが心配だよ。前例がある。拙者は大丈夫だ。なすべきことを。行きましょう。あ、最後の封印か。これで神殿の奥に行けるようになったかも。やっと延滞料金気にしてたあいつに会えるのか。マダムの命は月それとともに彼女が施した封印も解かれた。そなたがやろうとしているのは重いことだ。だが拙者はそなたの力を間近で目撃し、彼女もまたそなたの力を信じた。行くがよい。拙者はしばし休む。仕事が終わった途端自分の年を思い出した気分だ。しっかり休んで脱出しろよ。もちろんだ。王の光輝くすべて考える古い光エッセンス夢妨げる成長終わり。王の光古い光絆夢含めない成長命の終わり。わかるか。恥投げないで。王という新しい光がハローネストに来て先住民の王が追いやられたら土地の命が終わったとかかね。って解釈にしとくか。すがすがしいほど爆睡してるぞ。コーニファーさん嫁に怒られないのこれ。コーニファーがようやく家に帰ってきたわ。でも見てすっかり疲れ果ててる。疲れたらいつもこうなのよ。一心不乱に地上を作って終わった途端に崩れ落ちてしまうの。おそらくしばらくは眠り続けると思うわ。だから彼は家に帰ってきたけど、私は結局一人ってわけ。でもその欠点も含めて私は彼が好きなのよね。彼の地図に対する情熱は心を動かされるものはあるし。あらま。彼はいつも一緒に探索に行こうと誘うのだけど、私はいつも断っているの。でも今度言われた時は承諾してみようかしら。あらま。全然許容していらしてよ。もうそこに惹かれているわよ。なのね、絶対わかってないのに返事しただろ。スタブさん前回伝え忘れてた。した卵あったぞ。長い間わしは自分が唯一の生き残り、最後のスタブだと思っていた。だがこうして再び巣に来てみると、空気の中に何かを感じるんぜ。匂い、温かさ、あるいは存在感のようなものを。ひょっとして他のスタブたちはもっと広い世界に出ていったのじゃろうか。ああ、わしは希望を捨てていない。わしの同族は今も生きていて、どこか別の土地を移動しているのだとな。だがわしはこのスタブの道を捨てるわけにはいかん。少なくともこうして必要とする乗客がいる間はな。お前さんにはまだ大事な仕事が残っとるんじゃろう。この体が持つ限りわしはお前さんの力になろう。もう少しの間はこの王国を共に走ろうではないか。おさん無理。ほんとおさんもおさんたらさ、限界かもするわこんなの。スタブさん、私らの旅が終わるまで付き合ってもらうわよ。次どこ行こっか。まだ結構あるのよね。倒してない夢戦士、愛闘者の花、王国の外れにあったキノコの小スペース、チャーム全部取る、夢釘全覚醒、グリムとゾウとボテ繰り回す。あれめっちゃない？数えると結構あったな。おい、随分忙しいのだな。ゾウととかマジで勘弁してくれよ。